次のステップに向けてどう発展していくかというところで、我々今回ご提案させていただいているのがこの PIP、 こちらのエリアレーザーハンズスペースというものになります。この PIP というのは何かというのはまた